揚げ餃子ってここならでは宇都宮なので、宇都宮もちろん宇都宮、ね、餃子の町宇都宮なので。素晴らしい。最近一番初めから。あ、本当ですか。一番初めから。このチーズフォンデュは、はい、宇都宮大学農学部の牛の乳で作ったモッツァレラチーズっていうのが、はい、この中に配合されてるんです。へえ、あ、なるほど。はい、うち地産地消の店なんで、宇都宮のものを使わなきゃね、いけないんだよね、宮にね。そっかそっか。知ってたかい。ちゃんとそれをちゃんと宮に発信させますんで。ああ、マムロル、あれだよ。じゃあ餃子ちょっと持ってったら帰ってきて宮に写真撮ってやってみようか。わかりました。はい。挑戦。うちの孫にちゃんと写真で。あ、ぜひぜひ。下火ついてるんですね。ですね。多分火を使ってしてくれたのではないかと。宮が燃えないようでしょ。チーズが固まっちゃいますか、やっぱり。ちょっと火をつけるよ。